パワーウィークのベーラインは全曜日共通企画 DJ 期末試験それが答えだ。 DJ 同士がそれぞれのプライベートに迫る質問を出し合います。どんなマル秘エピソードが飛び出すのかお楽しみに。プレゼントもあります。日替わりの豪華鍋セットを大放出。今日も4時からはバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベーライン。さあこの後4時からはザ・ベーラインですが、こちらもパワーウィークザ・ベーライン、ホットな鍋セット、今日水曜日は何なのか、山寺さん、ロビンちゃん、トラフグチリ鍋セットでございます。トラフグですよ、ハルハルさん。フグでございます。もうとんと食べてない。フグ本当ですか？本当食べてない。私も食べてないな。私も食べてないですね。みんな食べてないじゃないですか。なかなか手が出せない。もう本当あからさまにこのトラフグチリ鍋セット目当てで大丈夫ですか？大丈夫です。あからさまに大丈夫ですか？内容はもう間違いなく楽しいことになると思います。そうですよ、今日はね、私たちロビン次第です。もう丸裸になりますから。そう、丸裸になります。もう今週ベーライン DJ すごいことになってますよね。本当にね、ちょっとドキドキですけど、どうするんですか今日。もうね、 DJ の素養が試されるみたいなね。ちょっともう来週から呼ばれないとか、急にトークと曲をね選ばなきゃいけない。そうなんですよ、お互いがってことだもんね。そうなんですよ、頑張ります。質問を出し合います。皆さんもね、ぜひ番組参加していただきたいなと思います。アドレスはベーラインアットマークベイ FM.co.jp まで、皆さん番組リアルタイムで聞いてその場でメッセージどんどん送ってください、うん、よろしくお願いします。鍋、はい、この後よろしくお願いします。もうこの後も美味しそうな鍋がスタンバっておりますので、ぜひ皆さんメッセージ送ってください。どんな風に丸裸にされるのか楽しみですね。ロビンちゃんがどこまでいけるかっていうね、ちょっと気になるところです。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日はピカコさんとうさみゆきちゃんです。ここまでのお相手は春原ゆきでした。ラブパワーステーション78. You're listening to JLGB FM 78. This is the Bay Line. 時刻は午後4時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。元気ですか？元気ですか？インフルエンザになってませんか？テンション高いですね、山田さん。いろいろお大事にしてください、インフルエンザの方ね。いや、そうですよ、今本当流行ってますからね。そうなんですよ、大変。もう人を見たらインフルエンザと思え、ひどい。そんなこと、そういうことダメですよね。そんな見方してるんですか、人のこと。最低ですね。予防しなきゃいけないからね。最低ですよ。全然そうじゃないのにエレベーターの中とかで咳されるとね、ドキッとしますよね。ちょっとね、ちょっと今敏感になりますよね。そういうんじゃないけどっていうね。確かに。ちょっと引っかかっただけなんだけど。そうですね。睨みつけちゃダメですよ、山田さん。僕はします。大丈夫ですかって顔しながらそーっと口元を隠しますよ。一番立ち悪いから。顎にしてたマスクをスーッと開けますよ。気づかれないように。スーッと開けます。いつもなんか顎にしちゃってるんですよね。スーッと上に上げます。あ、ちゃんとね。あと免疫力をね、上げなきゃダメですよ。そうですよ、ね、ちゃんとね、普段から健康でいなきゃダメです。睡眠しっかりとって、栄養とってね。そうです、そうです。まあそんなあの月並みの話いいんですよ。オープニングのロビンさんの愉快なトークお願いしますよ。いや、いいんですよ、別にエピソードお願いしますよ。でもね、今日はあの、うん、パワーウィークですから、パワーウィーク、ホットホットホットにしなきゃいけないじゃないですか、はい、で今日は2月、あ、間違えた、2月6日、はいはいはい、ね、2月6日日本一とこに敏感なんでね。今日は、あの風呂の日なんですよね、2月知ってました、うん、だからね、なんかスイスよ、なんかそういう今日は何の日的なので無理やりエピソードいいですよ。違う違う、だから今日ね、銭湯行ってから来たんですよ、代謝上げようと思って。なるほど、この冷たい雨がしとしと降る中、今はねちょっとあの晴れ間が見えて、ね、いい感じになってきてますけど、女子、アイドルそっちの道も行こうかってね。いや普通に好きなんですよ。探ってましたけどね。探ってない、探ってない、本当に、ね、あ、もう行きつけなとこばっか行っちゃうんですけど、はい、そしたら今なんか銭湯のすすめのスタンプラリーがスタートしてて、はい、なんかね、そのスタンプ、うん、を集めるとかわいいね、あの今ビームスと牛乳石鹸のコラボで、牛乳石鹸とビームス、見てください山田さん、あの銭湯のすすめって検索したら出てくるんですけど、かわいいじゃん、湯って書いてあるキャップとか、うん、キャップとかなんかね当たるんですって。それが3月31日までやってるみたいなので、ちょっとスタンプ集めようと思って。はい、え、どことどこでしたっけ、何が、え、コラボ、牛乳石鹸と、牛乳石鹸とビームス、ビームスのビームスキャップとかビームスね。いや、牛乳石鹸でキャップ作ってないよなと思ったんで。そうそうそう、あ、そうすか、やってるんですって、うんうんうん、そんな発見があって、ちょっと今だから暑いんですよ、めちゃくちゃ体が、スタンプはどのぐらい溜まったんですか。あ、まだなんか1個です。1個ですよね。何個集めなきゃいけないんですか。ね、あの全部で9個ぐらいマスがあったんですけ ど、ね、でも3つぐらいでも抽選はできるみたい。あ、なるほど、あ、そこ抽選。山ちゃんも銭湯行ってみて、うん、どうしようかな、行ってよ、楽しいよ。どうしようかな、水風呂と交互で。そうだね、すごい暑いもん、嫌いじゃないけどね、うん、すごい暑い、本当に暑くなってきた。あ、今暑い。あ、そうですか。やっぱ銭湯行ってみたから、ね、
ですかあなた。いやそれはさっきというか、まあ、まだ湯冷めしてずっとそのあったかさを保ってらっしゃる。そうです、そうです。素晴らしい、今日ね薄いワンピース着てらっしゃいますけどね、はい、今日はねちょっと暑くなるんであのヒートテックは脱いできました、ね、なるほど、ありがとうございます。具体的な商品ね言っていただいて、はい、すいません、はい、とんでもないですよ。ちょっと胸元ね今日秋気味ですけど。あ本当ですか。今日丸裸にするっていうねそんな企画ですからね。関係ないんですけどねそこは。わかりました、大丈夫ですか。はい、セント話の登録で OK ですか。はい、さあということで今週はねロビンも先ほど言いましたけどね、はい、今年最初のパワービーク、ホットホットホットベーケンパワーウィーク開催中でございます、ね、各番組ごとにスペシャル企画お送りしてるんですけどもね、プレゼントも満載、豪華プレゼント満載です。そしてザ・ベイラインではこちら、それが DJ 木松試験、それが答えだ、それが答えだと思います、ね、DJ 同士、あまり我々自分たちで DJ って言わないですけどね。あ、私って DJ なんだって思いましたね、あまり今言わないかもしれない、そういうことになってるタイトルね、嬉しいですね。パーソナリティという我々 DJ 同士がね、DJ、お皿かけませんけども、プライベートを丸裸にする問題を互いに出題ということで、はい、それにまつわる曲をピックアップしながらエピソードを話すというね、そうなんですよ、プライベート切り売り企画だから試験と言いますけど、はい、何かねそういう規制の問題が出るわけじゃないんですよ、うん、こういうのにどうこうどうだっつって、うん、だからそこでフリートークを展開して選曲するという、怖い、 DJ としてね、ラジオパーソナリティとして大事なことを我々試されるんですよ。いやだからすごい怖いんですよ。だからこれねスペシャル企画っつってね、オーディションなんですよ。いや本当そう、私あの4年前か5年前にこのベイラインのオーディションを受けたことを思い出しますよ。でしょ、だからこれあの4月に向けてのオーディションなんじゃねえかこれ。そういうことね、だからみんなあのいなくなったらそういうことだった今日ここでね、だってそうでしょ、急に片方が、はい、こういうやつっつって出して、はいはい、ちょっと答えるんですよ。だからでも思ったんですよ、山寺さん私より30年以上長く生きてらっしゃるじゃないですか、だからずるいですよね、エピソードそれあるじゃないですか。でもお互いですから、ロビンは、はい、俺を困らせることもできるわけですから。まあね、ねえおっさんが答えにくいようなエピソードと曲をあなたが問題として出せばいいわけですから。もうね、とにかく、ね、月火聞いてくださってる方は分かると思いますけど、山寺さんの目がねギラギラしてんのよ、怖い。いや俺も怖いんだよ本当ですか、うん、まあでもあの私たちもね、うん、あのちょっといろいろエピソード喋っていきますけど、うん、リスナーの皆さんも自分だったらこんな曲選ぶかなとかね、ぜひエピソードとともにあの番組に参加していただきたいなと、うん、まだねよく分かんない人いるかもしれないけど、まあ、聞いてるとすごく分かりやすいやつですから、分かると思います。ガチでやるってことですよ、ガチですよ、ね、うん、でプレゼントももちろんございます、はい、月曜から金曜まで毎日日替わりで1万円相当のホットな鍋セットを抽選で1名様にプレゼントでございます、うん、今日水曜日は高級魚トラフグチリ鍋セットでございます。いやー食べたい、ね、フグですよ、フグですよ、ね、山口省では福というそうですけどもね、そうなんです ね、 トラフグチリセット、トラフグチリ鍋セットでございます、うん、ね、もうこれねフグ食べたいという方はねぜひメールでご応募いただきたいと思います。そうですね、お互いに出す問題皆さんも、まあ、解くと言いますかね、うん、まあ、簡単ですからエピソードと曲を送ってくれれば OK なんです。この曲かなとかね、うん、思いついたら皆さんメッセージどんどん送ってください、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。そして6時台はこの人、街の面白スポットに新スキボス街角 DJ しまちゃん登場でございます。今日はどこに行ってるんですか行ってるんでしょうか、 でしょうか、呼びますよ、ゆきよジャガ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 ジャジグザグの上がったり下がったりの気温の変化についていけないゆきよです。あ、今のジグザグはそういう気温を表したの ね、 ういうね、急に水谷豊さん出てきたからどうなんだと思ったら、ね、正解。でもね、あのロビン晴れまーって言ってましたけども雨止みましたね、僕のところもね。あ、止んでますか、しまちゃんところも。でもね、分厚い雲に覆われておりますよ。あ、そっか、はい、ね、よろしくお願いします、ね、どこ晴れてるところもねありますけど、遠くの富士山の方が晴れてたりね、さっき見たら。そうそうそう、気持ちよく。今いるところ僕は気温が7度でちょっと風がありますかね。なるほどね、さあ、で今日お互いに問題を出していくということで。そうなんです、出していきます。あの6時台も下村から出題します。ん、しばちゃんから出題。来週はバレンタインデーということで、はい、もうそうか、バレンタインデーに大切な人と食事をするなら何食べるっていうのを悩むね。ちなみに山ちゃん何食べたい。山ちゃん何食べたいって。俺、うん、僕ですか。僕はね、うーん、寿司。ロビンは、んと、チョコレートフォンデュ。フォンデュ、あ、なるほどね、フォンデュした。さあということで、6時台一体島村何を食べたいんでしょうか。
あ、みんなも考えてください。あ、そう、しまちゃんが何を食べたいか。しまちゃんがバレンタインデーに大切な人と食事してね、なんだかね、何も思い浮かばないんだけど。何それ。しまちゃんがバレンタインデーにっていうのは全然思い浮かばない。全然思い浮かばない。ジェントルマンですから。あ、そうですか。なんだろうな、気になる。頑張りますよ。わかりました。はい、食事です。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあということで、うん、今日はねどんな DJ のエピソードが飛び出すのか皆さんぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。我々の、ね、この後問題も出題するので、うん、皆さんだったらどんな曲を選ぶのかエピソードとともに送ってください、はい、アドレスはベラインアットマークbayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。それでは今回のホットホットホット BFM パワーウィークにちなんだオープニングナンバーをお届けしましょう、うん、まずは1979年リリースされたアルバムムーングローからアイズレイブラザーズに代表されるブラックロックにインスパイアされたという一曲です。お送りしましょう、山下達郎ホットショット。さあ今日はですね、山崎パンから今月の新商品をスタジオに届けていただきました。ありがとうございます。いい香りが漂っております。本当ですね。さあこのね、ザ・ベーライン水曜日に届けていただいたのは風味豊かなチーズフランスパンでございます。チーズフランスパン、はい、うん、この風味豊かなチーズフランスパン、人気の塩バターフランスパンシリーズの製品で、2種類のチーズを使用していてチーズ感と香ばしさたっぷり味わえるってことなんですけども、なるほど。早速ですね、こちら目の前にそれをトーストしたものがございます。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、はい、ロビンさんもう言ってください。今トーストしたばっかりですから、まあ、マイク前でね、いい音、いただきます。うん、うん、どうですか、うん、どうですか、なんだこれなあ、もうチーズ感がすごい。あのね、これそのままでもものすごい美味しいですよ。そのままだとね、あの香ばしさあるんですけど、はいはいはい、ふわっとして、うん、うん、これも僕大好きなんですけど、優しい感じですね。トーストするとさらにね、うん、だそっとかり中ふわで歯切れがいいですね。フランスパンだけど、あのこのチーズね、うん、何種類ね使用してるってことですから、香ばしい、チーズの風味が、うん、これどうですか、びっくりでしょ、うん、ね、この丸い形してるんですけど、うん、あの5つに切れてて簡単にあのトーストできるんですよ。それがめちゃくちゃいいですよね。あの大きさはね、うん、もう私の手のひらよりちょっと大きいぐらいのサイズなんですけど、ね、うん、その5つに切られてるからすごい食べやすいですよね、うん、トーストする時もすごく簡単だし、うん、これあのね、僕はねそのままだとワインとかにも合うんです。あ、いいですね。これワインとかにも合う。もちろんお子様も大好き、うんうんうん、おやつにもいいしお食事にも、確かにお酒にも合う感じしますね。お酒にも合うんだけど、大人な感じ。例えばどうですか、あのシチューとか食べる時とかにこれあったらもう絶対美味しい、最高じゃないですか。その組み合わせ最高ですね、はい、これ本当に価値おすすめでございます。美味しいです、ねね、朝だけじゃなく昼夜、ね、おやつにもぴったりでございます。食べ応えありますね、はい、チーズ感たっぷりでございます、はい、風味豊かなチーズフランスパンご紹介しました。なおですね、山崎パンでは今年も白いお皿が漏れなくもらえる山崎春のパン祭りを4月30日まで実施しております。今日ねご紹介しましたこの風味豊かなチーズフランスパンも対象商品となっておりますので、詳しくは山崎パンのホームページをご覧ください。ごちそうさまでした。それが答え。さあパワーバイクのベラインは DJ 期末試験それが答えだ、ね、面白い声でタイトルこう言ってましたけどね誰の声なんでしょうね、あれね、誰の声なんですか ね、我々ねパーソナリティ DJ 同士がプライベートを丸裸にする問題を互いに出題という、いや怖いんですよ、そんなのついてますけどね、怖いんです、お互いに出すんだからね。今私は何も知らない状況ですよ。山寺さんもそうですよね。そうなんですよ、お互いねこういう時の曲っていう風に、まあ、問題といってもそういうことなんですよ ね、だからなんでだってね、こういう時に聞きたい曲とかそういう風に出題するわけだから、うん、なんだ自分の感覚で言えばいいんだから難しくもなんてもないじゃないかって僕思ったんですよ。なるほど、何が期末試験だと思ったら逆に大変でないですか。逆に我々ラジオでこう喋るものとしてね、そこだ、ま、いつもだったらねあそこのナラトンとか選曲してるわけですよ、うん、そうですよ、選曲していただいてます。選曲も私に委ねられるから、あのねだからみんながあいい曲だねと思ってもらわなかったら、
番組のあれに関わりますから。そのエピソードもね、ね、いつも皆さんのエピソードをたくさん紹介するけど、どっちかって今日我々の話が、ねね、山寺さん、喋れば喋るほどハードル上がるんで、早く問題を出してください。そういうことね。そういうことね。そうですよ、まずは、ね、めちゃめちゃハードル上げるじゃないですか。まずは私が先行でロビンに出題する。わかりました。私がロビンが考えるのが先行といえば先行ですよ。僕出す側ですから。わかりました。出す側ですけど、僕もそれで選んだ曲とエピソードは僕もやるんですよ。わかりました。それは改め最初から決まってるんで、それはスッといくんですけど、はいはいはい、なるほど。問題はあなたですよ。怖いよ、本当だ、ね、いきますよ、いきます。なんだろう。じゃあ私からロビンへの出題は、カラオケで歌った思い出の曲といえば何？そのエピソードとともに答えなさいというね。カラオケ ね、まあロビンさんカラオケたくさん行くでしょうから、もういくらでもでしょう。そんなでもなな、飛び切りの思い出とね、そのとびきりの曲、これをかけてほしい。これみんなが納得するようなね、エピソードと曲をね、リスナーの皆さんもね、自分だったらそれで今考えてください。みんなも一緒に考えましょう、ね、でシンキングタイムがね、さすがないと、スタッフも今から曲ガチで選びに行くんで、そうか、大変なんで、その間に私がカラオケの思い出の曲の話をするので、ロビンさん自分のことを考えながら、ちゃんと僕の話も聞いてリアクションもしてくださいね。わかりました。気持ちねえな、全然俺の話聞く気持ちが。え、なんすか。私はですね、私の思い出の曲は意外と新しめの曲、うん、ビギンの海の声。海のか、桐谷健太バージョンじゃなくてビギンバージョン。ビギンさんの、これね、実はね、思い出といってもごく最近のことなんですよ。山寺さん、だからカラオケ行きます。こんなこと僕めったに行かないんですけど、うん、言っていいのかなっていうエピソードで、最近ね、うん、おじさん飲み会をよくやるんですよ。ほうほう。いろんなおじさんがね、誘ってくれるんですよ。おじさん同士で飲むことがすごく多い。ほうほうほう。で先日僕コロッケさんにね、コロッケさん誘っていただいて、はいはいはい、おじさんたちで飲もうっつって、うんうんうん、飲んだんですよ。はいはいはい、ね、でカラオケ行こうっつって、うん、カラオケも行ったんですよ、はいはい、ご飯食べた後、はい、でコロッケさんはね、うん、アナウンサーの全然やるの。あ、やってくれるんですね。ね、仕事でもないとこってやらないでしょ。まあまあまあ、いくらでもやるのよ。へえ。でたまたま玉置浩二のメロディーかけて、うん、愛2番たら山ちゃんってパッと回して、二人で玉置浩二で、俺が歌う後ろから、ああ、何もってやったよメロディーとかって二人でやって盛り上がるってね。めちゃめちゃ豪華じゃないですか。たまにやるんですけどね。それやって、やめちゃ、これ仕事にもつながるねとかって、本当テレビでやれるネタやってるんですよ。で次の曲って時に、はいはいはい、もうあまり俺ないっすよって、山ちゃんなれよって言ったら、もう一人いた人が、うん、そういつも聞いてますよ、僕その時初めて飲んだんだけど、はいはい、いつも聞いてますよ、ね、山田さんモノマネしてるあれ海の声、あれいいじゃないですかって、いやここで歌でしょって歌ったんですよ、はいはいはい、その歌ってくださいよって言ったのがビギンの島袋まさるさん。本曲を作った本人、海の声を、で俺のモノマネがすごい好きだと言って、歌ってくださいよって言ったから、じゃあ二人で歌おうっつって、本人と歌ったんです。すごい。ビギンバージョンではね、もちろん作曲した島袋さんがリードボーカルでライブでも歌ってますから、はいはいはい、で俺も感動しちゃって、年上から、すごい、うおーって嬉しくなって、はいはい、またね、初めて一緒にこうやってお酒の席に一緒になったの、はいはい、ものすごいやっぱりいい人と楽しくて、うん、そう、そうなんだ、うん、ね、山寺さんちょっといいですか、うん、やりづらいですこの後。なんかめちゃくちゃあなたは私以上のエピソードの曲を、ね、だからそんなね、最近の俺も一生せねえなと思って、あのね、月曜日と火曜日で、ね、聞いてほしい、うん、エピソード喋る人の前にそんなにね、濃いめにみんな喋ってないですよね。俺これとっておきのエピソードだったんで、一発目にこの問題来ちゃったから、あー面白い、やさすがです山寺さん。おじさん飲み会楽しいなと思って、いやそこに参加したい人いっぱいいると思う、ね、50歳と57歳で肩組みながら海の声二人で薄ってうわーって二人でもう思いっきり握手して、ね、また行きましょうっつう話をした。その動画見たいな、撮ってないですか？ご本人とそんな初めてだったのよ。すごい。じゃあということでいいですか？行きますか？じゃあ用意ができたようで、ぜひ聞いてください。私のカラオケで歌った思い出の曲、一緒にこの歌と歌いました。ビギン、海の声。知りたくて君の声を探してる。こういうふうに僕がね、桐谷さんの真似をして2人で歌ったんですよ。これ曲のエピソード聞いたら、作曲まで一瞬間しかなかったんだけど、はいはいはい、ずっと桐谷健太さんの声とかいろんなものを調べて聞いて三振時なんだと思って、ふわっと最後に浮かんだのがこのメロディーだったんだって。あ、そうなんですね。そんな曲作りのエピソードまで聞きました。すごい、裏側までどうよこの私のエピソード。いや本当にね、やりづらいね。さあこの後ね、ロビンさんがね曲をね、はい、
選びましたから、ね、エピソード話してくれますけど、リサの皆さんだったらね、カラオケの思い出の曲って言ってね、うん、どんな曲があってどんなエピソードがあるのかぜひ教えてください、はい、お願いします。メールをくださった方の中から抽選で1名の方に、はい、ホットな鍋セット1万円相当、本日は高級魚トラフグチリ鍋セットでございます、はい、ぜひお寄せください。アドレスはベライン @bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、ということでお送りしたのはビギン海の声でございました。さあ、はい、お時間でございます。あー、もうあっという間のお時間ですね。この曲の間にロビンさんが選曲してくれたんですね、はい、決めました。さあ、ロビンがカラオケで歌った思い出の曲は何でしょう。モーニング娘さんの Do It Now です。ほう、もうね、来ましたか。モーニング娘さんですね、やっぱり。ほう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 、カラオケ、特に私が一番行ったのが、2004年。私あのハロプロエッグっていう、まあ、モーニング娘さんとかのね、まあ、研修生っていうか、こう卵、そうそう、エッグっていうだけにね、はい、うん、あのオーディション、人生で初めてのオーディションがね、あの2004年にあったんですよ。何歳ですか、ロビンさん。そ、私が小学校5年生とかかな。2004年ってあなたまだ小5だったんだ。そうですよ、俺ついこの間の感じなんだけどさで、その時にで、うん、1時がね、たまたま受かって、2時の時に歌を歌わなきゃいけない時の、うん、その課題曲だったんですよ、うん、おお、この曲が。なるほど。で、それで落ちた。いや、受かったの。あの、奇跡的にね。ごめんなさい、そうそう、あの、受かったんだけど。受かったんだった、ごめんなさい。ただ私ね、あのその Do It Now が、あの一番終わりにラップがあるんですよ。ほう。あの、間違ったってしょうがないでしょ、迷ってたって始まんないでしょみたいな、結構長めのラップがあって、はい、私これを成功しないと絶対オーディションに落ちるなと思って、うん、ラップのとこばっか練習したんですよ、カラオケで。ずっと。そっか、もう課題曲が決まったから練習する期間はあった。結構早口のとこずっとラップを練習してて、だからむしろその一番の A メロ B メロサビはそんなに練習していかずにオーディションに行ったんですよね、うんうん、でそしたら、うん、あの、よし、やっとラップの番が来たと思って、うん、間違って言った瞬間に、つんさんに、うん、あ、もう大丈夫です、え、みたいな。あんなに練習めっちゃ練習したんですけど、大丈夫、間違ってめちゃめちゃ気合い入れていったのに、あ、まあ、でも、まあ、実際歌ったら歌ったで下手だったんで、あの時つんくさんに、あ、もう大丈夫ですって言ってもらってよかったなっていう思いで。でもラップだけは聞いてほしかったのにな。そう、聞いてほしかったんです。じゃあ、まあ、そんなエピソードがありました、うん、じゃあ聞いていただきましょう。いいですか、モーニング娘さんで、うん、Do It Now。 迷ってたって始まんないでしょ、誰もが不安な日本の現状、お、傷が臭いが人間魔法の愛の形はイメージ通りです、愛の行方はあなたとさえもください、はい、もういいです、愛をください、あなたのその胸の中でいつまでも岡田さん、もう大丈夫です。あ、すいません、ありがとうございました。自分やりたかったのに、うん、途中止めてしまった、ね、できなかった、だから今無理やりやった。でも受かったからね、よかったですね。そう、でもあなたね、小5ってことさ、もうアメリカから来て、まあ、そんなに何年も経ってないのにね。4年ぐらいかな。ね、その日本語ね、そのね、ラップ一生懸命で日本語覚えたので英語すっかり忘れた。そうなの、この例ラップのせいなんだよこのラップを一生懸命なわけあるかいやでもね、本当カラオケで何回も練習して思い出の曲ですね。さすがロビンさん、即答素晴らしいじゃないですか。本当ですか。本当にガチで出したんですから僕いや怖いんですよ本当に、ね、何にもテーマ言ってないのに怖いから出てきた。だからとにかくこの曲オーディションで歌ったら散々カラオケで練習したという。はい、練習しました。小5の時だそうです。2004年のオーディションの話でした、はい、ということでね、皆さんはね、カラオケの思い出の曲何なのか引き続き、うん、ぜひね、ナベセット当たりますんで。そうですね、ぜひご応募ください。メールをお寄せください、はい、アドレスはベライン @bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています、はい、あー、ラップ歌えてよかったということでお送りしたのはモーニング娘さんで、ね、Do It Now でした。 Bay FM リスナー安全運転宣言。この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は千葉県柏市のラジオネームコスモスさんよりいただきました、はい、ありがとうございます、はい、よく見かけるんですが、左折右折のウインカーを車が止まってから出す人が多いです。急に止まってウインカーを出されると、うん、車間距離を空けていてもぶつかってしまいそうでヒヤッとします。やめてほしいです。ブレーキを踏む前にウインカーを出してほしいです。そっか、直進だと思って後ろがね来てたら、はいはい、
右折させてたからって急に減速して止まってから出すと、ね、遅いですよね。遅いですよ ね, ねちゃんと習いますもんね。早めに出さなきゃいけないってことはね、まあ、早すぎたらまたそれはね、あの大変ですけど、うんね、ちゃんといいタイミングってありますものね。そうです、あの後ろの車にねちゃんとした意思表示をすることが大事ですよね。大事ですね。改めて皆さんも今一度気をつけていただきたいなと思います、はい、コスモスさんありがとうございました。ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークbayfm.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。 BayFM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。 BayFM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上 BayFM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、パワーウィークのベイラインは全曜日共通 DJ 期末試験それが答えだ、うん、お送りしております、はい、ね、試験といってもね、それぞれのプライベートのねというか、そうですね、自分たち選曲してそのエピソードを語るだけなんですけどね意外とこれがね、いやドキドキします。簡単そうに思えてね、とっさに ね, ねこう言うっていうのがね、一緒の皆さんからのねこれリアクションが気になりますけどね。そうですね、ロビンさん急に出されたカラオケね、先ほどのモームスの曲どうだったんでしょうね。ねえ、いいエピソードでしたよ。 ありがとうございます。うん、ツイッター見たらトミーさん、うん、ごまき最後の曲やんけだ。あ、そうか、後藤真希さん最後、そうなんだ、ほっぺにね、うん、キスマークつけた姿がねテレビで見てたんですよ、うん、大好きだった。つぐはさんも「ドゥイテナウめっちゃ好きだよ」とかね、うん、「モームス歌って」とかたくさん皆さんつぶやきありがとうございますね。じゃあちょっとねメールも来てるんで紹介しましょう。パパ猫さん、はい、僕のカラオケで歌ったエピソードということで、何だろう、これはですね、えジャミロクワイをバーチャルインサニティ、すげえな。え、会社の同期たちで飲み会で点数出るカラオケに行く、英語も喋れないのに英語の歌を誰がうまく歌えるかを無理して競ってました。たまたまボイスレコーダーに残っていて、しばらく黒歴史になってました。その時歌ったのが大好きなジャミの曲でした。わ、かっこいい。ジャミロクワイよカラオケで、なんでどうなってんのなかなか難しいよね。そうですよね。あと英語のラップとかね、あの俺の友達必ず歌いやついて面白いのぐちゃぐちゃで、でも一生懸命ちゃんと歌うんだけどぐちゃぐちゃで面白い。カラオケだとね、あのカタカナ表記で書かれてるけどなかなかできないんですよね。あれ下手くそなんだけどちゃんと歌ってるのがすげえ面白くて。あ、そうなんですね。英語の曲たまに挑戦したくなりますよね。皆さんもぜひねカラオケで歌った思い出の曲、うん、エピソード曲、はい、ね、ぜひリクエストしていただきたい、メールをお寄せいただきたいと思います、はい、我々もお互い問題出していきます。アドレスはベイラインアットマークbayfm.co.jp BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。DJ 期末試験それが答えだやっております、うん、ね、我々 DJ 同士がプライベートを丸裸にする問題を互いに出題、それにまつわる曲をピックアップしながらエピソードを話すというね、はい、プライベートを切り売りしていこうという、そうですよ、そういうあれでございますけれどもね、いつも以上にいつも非常にね、いつもそこそこ言ってますけどもねということで、山寺さん、はい、いいですか、この時間は私岡田ロビン翔子が山寺さんに出題したいと思います、はい、ジョギングしている時に流れたら頑張れる曲、んでございます。ジョギングね、ジョギングしながらあんまりな、俺聞かねえからな。あ、山田さん音楽聞かない派ですか。そうですね、あのジムで走るときは、はいはいはい、マシンで走るときはいつもテレビ見てます。あ、テレビか。でもこうテレビで流れてきて、外では聞かないです、あんまり。あ、そうなんですね。外では普通に街の音を聞きながら、あんまりあのヘッドセットとかするの好きじゃないんで。あ、じゃあ風の音とか感じるタイプですね。でもないかなでもない。ちょっとあんまり走んないです。あ、そうなんですね。いやでもこうやっぱ走ってる時って歌詞がね鮮明にこう頭に入ってきたりして、あーこの曲があれば頑張れるなみたいな。危ないかと思って。危ない、危ないかと思ってイヤホンとかヘッドホンしてるとあ、そういうことね。危ないかと思ってしない派です。あ、そっかそっか、まあ、はい、そういう配慮もありますけど、まあ、じゃちょっと、ね、今田さんがちょっと考えてる間に私のジョギングしてる時に流れた頑張れる曲、負けないでしょ
いいですか、負けないでしか出てこない。山田さん一応私のエピソードも聞いてくださいね。聞かないです。私は聞いて、私は、うん、マニマさんのやってみようです。あのいい、ね、私もう俺もじゃあ真似しないで一緒とかなし。俺もそれ一緒とかなし。あのね、もう私走ってる時ほぼワニマさんしか聞いてなかったんですよ。もうなんかすっごい歌詞がまっすぐなんですよ。山田さん目どっか行ってましたけど聞いてますよ、大好きですよ。今目がどっか大好きです。僕もなんか遠く斜め45度見てたもん。去年のお正月かなんか最初にテレビで見て聞いた時、やってみようってやつですよ。去年のお正月じゃない。そうそう、ね、ちょっとじゃあ聞いてもらいましょうかね。私が頑張れる曲、薄いねエピソード時間がね。それでは聞いてください、ワニマさんで。喋っていいんだってよ。あ、本当？喋っていいんだってよ。でもあれですよ、2年前にスイカロードレース、うん、その10キロね、うん、走るってなった時に初めて私その走ることを日課にしたんですよ。あ、練習をねしようと、ちゃんと準備をしようと。そうそうそう、富里スイカロードレースのために。で、未だに忘れない、あの終わった後私新曲のリリースイベントがあったんですよ。ハイテンションわっか人生っていう曲の。そうだ。で、みんなはね、おじさんたちはもう走った後はお酒飲んでガーガーいびきかいてで寝てんのバスで。で、私その後歌うじゃん。私一人でみんなもう山田さんっていびきこーとか言ってさ寝てる横でさ、全員バスで行ったからね。そう、みんなでね全員バスでこう。で、私はこの後のイベントに向けて一人で歌詞カードを見ながら、うん、頑張ろうと思って。いいんだよ、分けんだから。走った時にあのねリスナーの方がロビンちゃん頑張ってって声かけてくれて、なんかこう違う世界に行けたっていう、ちょっといろんな意味を込めて。なんでそこ俺とかが酔っ払っていびきかいた話はどうでもいいじゃないの。いいの、そんなことも込みで、あのこの曲ね、あの よかった、あの自分の中での思い出なと思って、ね、それでは聴いてください、うん、マニマさんでやってみよう。イエーイ。さあ、ということで私がジョギングしている時に流れたら頑張れる曲はワニマさんでやってみようでした、はい、これね歌詞がいいんですよ。知らなかった自分と一緒に走ろうって、なんかこうね、うんうんうん、本当だから山田さんに感謝の気持ちも込めてですよ。どこか、スイカロードレースね、まあ、みんなで走ろうってこう、ね、そうそうそう、声をかけていただいて、そうですよ、そうですよ、一応ね、みんなでやろうって言ったのはね。この曲に私は出会ったので、うんうんうん、今でもなんか頑張らなきゃっていう時はこのストレートなまっすぐな歌詞を聞いて頑張ろうって。確かに頑張ろうって気になるけど、今スタッフからも来ましたけど、うん、このテンポだと走る時ちょっと早い、ね、ジョギングじゃねえだろこれ、ダッシュだろみたいなこと言ってましたよ。いや、ほらあれですよ、 BPM 私早めの方が早く走りたいからすごいペースだよね。そうだからこう追い込みたい時かな、うん、追い込みたい、最初じゃないね、最初この曲かけちゃうとテンポ早いから、自分の乗ってきたなって時に。なるほどね、あとちょっとちょうどいい時にね、ちょうどいい時ですよ、うん、そうそうそう、皆さんもよかったらね、ジョギングする時聞いてみてください、はい、さあということで山田さん決まりました。シンキングタイム短いなごめんなさい。ね、あの呼び込みしなくていいの皆さんのね。そうそう、皆さんもね、あの自分がジョギングしていた時に流れたら、ねね、頑張れる曲、うん、エピソードとともに曲名を教えてください、うん、これメールをくれた方の中から抽選で1名様にトラフグチリ鍋セットをプレゼントします、はい、アドレスはベラインアットマーク bayfm.co.jp BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までメッセージお待ちしています、はい、さあということで山田さん、はい、決まりましたか。僕はね、あんまり聞かないと言いましたけど、はい、ジョギングするときに聴く CD というのは確かね、このベイ FM でスタッフにいただいたことあるんですよ、うん、あ、そうなんだ。それをいつも聞いてたんですけど、それインストルメンタルってそれちょっとあんまりみんなに言っても分かんない曲なんで、うんうん、まあさすが山ちゃんだね、そこ行くかびっくりだよっていうね、うん、想像もしない曲をマジここでかけたいと思います。私がジョギングとき聴く頑張る曲はこれです、うん、ロッキーのテーマベタ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 待って待って山ちゃんベタ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 しょうがないじゃん、パッと思いついたらこれだったの。ちょっと待って、ね、ちょっと違うんだよ、ね、違うんだよ、いろんなおしゃれな曲とかね。山田さん25年ベイライン喋ってるんですよね。あのねありますよ、いろいろおしゃれなね、もっと都会的な曲とか、まあ、あの今時の曲とか全部知ってんだけど、知ってるんだけど、やっぱり最終的に頑張る時にはもう俺なんかもうダメだ、このぐらいで疲れちゃってダメだと思った時、ラッペロッキーなんだよ。今グリードとかね、続編も今はコーチ役としてシルベスター・スタローンね、はい、うん、やってますよ。そうですよね。で、吹き替えもね、佐々木勲さんだったり私のね尊敬する師匠の狭間道夫さん、うん、もう大台超えても、うん、まだ スタローンやってんですよ、ね、でこのロッキーやる時も海に向かって叫んで声を枯らしてからやるとかっていうね、そういうエピソード聞いてるんで、もうそういう意味じゃ
ロッキーだけじゃなく、うん、狭間道夫さんのことも思い出すわけですよ、この曲聴くと。走りながらね。そうです。だから僕は必ずジョッキにやっぱり生卵を5個ぐらい入れてごくごく飲むつもりでつもりかい。いつもだから いつも音楽流してないけど、僕の中ではへこたれそうな時もタラーラーが流れてる、うん、いや僕の世代にそういう人多いですよ。あ、本当ですか。はい、なんだかんだ言ってロッペロッキーなんですよ。だから最初いろいろだからそこにたどり着くまでいろんなことがあったんですよね、うん、いろんな曲聴いて、うん、最終的に戻ったの、ね、戻ったの。そういうやっぱり頑張れんのこの曲。ナイスソロありがとう。待って、私なんか助けちゃった。ナイスソロ、なんで助けたの。あのね、今回の期末試験戦いじゃないからさお互い励まし合っていこう。そうなんですか。なるほどね。もうこれかかったから裏でかけて終わり。裏でかけて終わり。もうね、裏でかけて終わり。うん、いいよ何のいいよだって。何だったの。あと2分何秒あるのにどうすんだよ。山田さんね、いいじゃないですか。今年も走るんですか。今年も走るんじゃないですか。今年も行きます。もう来てんの。ジョギングの時に聴く曲、もうメッセージ。よし、ありがとうリスナー助けてくれて。俺のロッキー話はもうないんだ。助けてくれてありがとう。じゃあメール読むよ、はい、ラジオネームズートルビから始まるさん、いただきました、うんうん、45歳の方、うん、この方ジョギングの時に聴いたら頑張れる曲は、うん、浜田翔吾さんの風を感じてです、うんうん。今はまだ寒いですが、うん、走り出せよという歌詞もありますし、うん、これからの季節に気持ちいいんじゃないでしょうか。ああ、なるほど ね歌詞がねスッと入ってきますからね、うん、なるほど。あゆずさんからもいただいております、うん、40代の、ね、男性からいただいております、走ってる時に聞くとテンション上がる曲、リンドバーグのオーバーザトップ。おー、オーバーザトップ。マラソン大会前は必ず聞いてます。リンドバーグは何か気合あります。わかるな、リンドバーグもいいな。オーバーザトップって言ってね、オーバーザトップって腕相撲 あのスタローンの映画があったね。あ、そうなんですか。つながってるロッキーから。いや、たまたまだけどね。いや、無理やりでしたけどね。いや、今もうツイッター見たら山ちゃん何ベタな曲って言うと思ってね、怖いと思ったんだけどね、うん、さすがだね、そこ行くって。これ皮肉でないだろうなあ、確かに頑張れる加藤さん。あ、ほんとだ、来てるよ。ほらほらほら、来てる来てる。大問題さ、マジかって来てるよマジかって別に褒めてもいないしみんな聞いて、山寺さんがツイッター読むなんて超レアだからね超レアだからね。今呼ばれた人もう、あの、大事にして、これ貴重な瞬間。お互い相手の話を聞かない聞きましょう。カムカムこの後もね、お互いのエピソード喋っていきますから、山寺さんよろしくお願いしますよ。え、あ、そうだね、先ほどカラオケの思い出の曲何ですか。太宰府天満宮の飛び組さん、恋するフォーチュンクッキーは娘と踊りながら歌って楽しかったって。そんな微笑ましい恋するフォーチュンクッキーメッセージもね、あの、いいですよ。あの、今違って遅れてからでも OK ですよ。そうですね、とにかくね、今日はね、あの、その都度その都度変わりますんで、テーマがどんどんエピソード、あの、曲ね、送ってください。選曲してね、トラフグチリ鍋セット当たります。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけて参加してください。なかなかドキドキする企画だねさあ、時刻は午後5時を回りました。ベイユーヘムから生放送でお送りしているバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。ツイッターね、ミニチャさん、山ちゃんツイッター拾ったから多分雪降るよっていや、ちゃんと言わないだけでいつも見てますよ。突っ込まれてますよ。当たり前ですか、ね、さあ、パワーイクでございます、はい、ベイライもね、 DJ 期末試験それが答えだってことで、お互いにこういう時に曲は何っつってエピソードをね、その場でね、考えて喋るってやってますけどね、はい、期末試験っていうか、あのね、4月改編に向けての試験怖いですよ。ベイラインパーソナリティ採用試験、怖いです怖いです。楽しみましょう。そうですよ。いやー、ロビンさん、さっきね、見事だったよね急に言われたのにさ。リスナーの方からメッセージ来てますよ。山田さん、紹介していいですか。どうぞ。ジョギングのね、ラジオネームユーキャンさんからいただきました、自分がジョギングで聞きたい曲はジャーニーの Don't Stop Believing です。 Don't Stop Believing ってやつね。それちょっと違ったな。これは海外ドラマ、ね、グリーで初めて聞いた時めちゃくちゃ興奮しました。うん、そこドラマをきっかけに知った曲なんですね。ドラマの中で流れてた、ね、疲れてたんでしょうね。かっこいいな。ジャーニーが ね僕も大好きですよ。洋楽聴きながら走るの Anyway you wanna Anyway you wanna チャン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 大好きです。知ってる。
イントロないですね。知ってる。名古屋ンウィローさん、名古屋ンウィローさんは、はい、ジョギングの時に聞きたい曲、スーパーフライ、魂レボリューション。ああ、魂レボリューション。しんどくなってきたところで、違うな、しんどくなってきたところでこの曲、いやいいんだよ。この曲聴いたらあと1キロ走れるよって。あ、なるほどね、なるほどね。確かにね。スーパーフライの力強いですから。パワフルですから、後押しされる歌あるね。わかります。確かにね。だからそういってガッツのある曲で励まされるのか、うん、それともいいペースで走れるためにリラックスできるのかってね、どっちかに分かれると思うけどね。そうですね、時間帯とかにもよります。朝、ね、朝はこっちだなとかね、うんうんうん、そういうのが楽しいですね。いろいろ試してみると面白いかもしれませんがさ、はい、さあここでロビンさんへの第2問、私から出させていただきたいと思います。初めてのライブで生歌に感動した曲は何ですか。だからあの自分のライブじゃないですよ、もちろんね。誰かのライブを見に行って、ね、そこでやっぱ生歌に触れるわけじゃないですか、はい、そこで感動した。なんだろう、まあ、初めてって限定しなくてもいいです、うん、ね、だからライブで最初にやっぱり感動した。ライブが結構見てるからな、全部感動するもんな。だから小さい時からでもいいんですよ、ずっとアメリカ時代もし行ってたらね、覚えたらそれでもいいですし。なんだろう、ね、さあロビンはどんな曲を選ぶんでしょうか。皆さんもぜひ ね、うん、そうですね、初めて見たライブの時に感動した曲とかあると思うんですよ。印象に残った曲 ね、それまでねラジオで聴いたり CD で聴いたりテレビで見たりじゃなくて、はいはい、生で見てやっぱりすげえなってこう感動した最初の体験っていうかね、最初の体験でも最初だからね。あ、そう、最初の時は感動しなかったってことですね。いや、そんなことないよ。さあ私、そんなことないんだ。ロビンさんが考えてる間、私のエピソードと曲を紹介したいと思います、はい、私はオリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑、こちらでございます。 Have You Never Been Mellow という名曲でね、まあだいぶ昔の曲ですけども。山田さんが何歳ぐらいの時？私がですね、私ね、ちっちゃい一番最初に見に行ったのは水前寺清子さんのコンサートを、ね、はい、後に僕が通うことになる中学校の体育館で見たんですけど、うん、はいはい、それ幼稚園の時で、その後アイドルのイベントなんかは行ったことあったんですよ。へえ、うん、中学生に入ってね、はいはいはい、でもその後中2で僕は初めて一人でコンサートを見に行ったのが、うん、オリビア・ニュートン・ジョン。中2で？すごいですよ、まさかの海外アーティスト。大人。仙台でね、仙台からちょっとね電車で10分ぐらいのところに僕住んでましたけども。制服で行ったんですか？制服だったかどうか覚えてませんけど、制服じゃなかったと思いますけども。しかもそれはね、中間試験の2日目だったんですよ確か。めっちゃ期末試験か中間、あ、期末試験か、期末試験の2日目ですよ確か。まあどっちでもいいんですけどね。で3日間テストだったんですけども、うん、その中日の後ろだったんですよ、はい、で僕一緒のオリビアファンが3人いたんで、うん、その3人で行こうって、2人は試験中だからやめたっつって、なんとキャンセルしたんですよ。キャンセルしちゃったの？俺は行くっつって、俺はオリビア好きだからっつって一人で行ったんです。すごい、すごいでしょ、その勇気がね。その時やっぱいろいろ洋楽、ビートルズとかいろんなハマってて、はいはい、オリビアね、あの金髪でね、綺麗なあの外国の光も外国の女性みたいな、なぜか好きで、ブローマイドみたいなのとかいろいろ下敷きのクリアファイルみたいなの入れたり、学校にあんまり持ってっちゃいけないのレコード持ってって、窓のところにずっと置いたらふにゃって曲がっちゃって日光でぐにゃぐにゃ曲がって、後で大変だったみたいな、そんな体験とかいろいろあって行けるってことになって行って、しかも周り2人は OL さんだったんですよ、うん、ほうほうほう、何年生とか、中2ですって、うん、中2です、中学生なんだって言われて、なんつって、そこで恋に落ちたんですか？ OL だから俺中学生だからだいぶ上だったんで、だいぶ上か、うん、だからオペラグラスとかこれ見るとかって言って時々貸してもらって、うん、席遠かったからすぐ後ろの方だったんで、オペラグラス借りて見て、はいはい、ありがとうございますとかって言ったのを覚えてるんですよ。わー、なんか素敵な。で愛の告白では日本語で愛してますってオリベン言って、うわーってなっちゃって倒れそうになったっていうエピソードを持ってます。今も思い出してるだけで興奮してるじゃないですか山田さん。そんなオリビアのね最初のまあ、あの、なんていうかね、代表曲といいますか、はいはい、素晴らしい曲があるんです。それではロビンさん、その間にあなたの曲選んでおいてください。ありました。私が生歌でライブで感動した曲、オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑。綺麗な夕日とオリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑でした。ね、今ね夕日綺麗で、いやすごいピッタシな、ツイッターにもついて高木さんからね、時間帯でしたね、これね、合わせてきたからすごい綺麗な夕日の画像とかもツイッター送られてきてます。山田さんまたツイッター見てるんですか？はい、見てます、ありがとうございます。今日どうしたんですか？いつも見てますけどね、こうやって放送上で言うなんて珍しい。ありがとうございます。オリビア・ニュートン・ジョンね、現在70歳かな、いろいろご病気なさってね心配なんですけど、ぜひねなんか元気な姿を見た、また見せてほしいなって僕は思いますね。なるほど、それまでグリースのねあのブルーレイとか見ますよ何回も。ジョン・トラボルタの共演とかね、これは中学校2年生で感動してるっていう山寺さんの感性が素敵だなと思いました。ジョリーンとかね、その後ザナドゥとかいろいろありましたけどね。さあ
これはあくまでもロビンさんへの出題のための僕がシンキングタイムのために喋っただけですからね。そうなんですね。熱く語りましたけども、さあそれでいきましょうね。ロビンさん、はい、あなたがライブで生歌で感動した曲何でしょう。ユニコーンさんのワオという曲です。おお、あのですね、ワオ、そう、ワオ、いや、それ岡田さんになっちゃった岡田さんになっちゃったけど、あのあれですよ、私たちがチャオベラチンクエッティの前、ザッポシボ時代にユニコーンのギターの手島さんと、はい、あの対談する機会がたまたまあって、はい、そこから西川口ハーツでこう対バンもさせてもらって、おでね、そのちょうど何年前かな、4年4、5年前に、うん、そのユニコーンさんが武道館でライブやるときに、うんうん、1曲歌っていいよってギターの手島さんに言ってもらって、うん、私たちゲストで呼んでもらったんですよ。ユニコーンのライブにですか。そうなんですよ、ユニコーンの武道館ライブにザ・ポッシボが出たんですか。ザ・ポッシボがなぜかゲストとして1曲歌ったんですよね。おそのギターの手島さんが作った桜っていう曲を歌わさせていただいたんですけど、でその後にもう歌ったらすぐお客さんとしてライブを見たんですよ、うんうんうん、もうなんて言うんだろう、私今までこうアイドルとか、まあ、自分が大好きで阿部真央さんとかのライブ行ったことあったけど、うんうん、こう男性の方のライブ見たのってほとんど、あ、じゃあ初めてってのはそこですね、男性のバンドの初めてってのは見てなかったからっていうことね。そう、うんうん、でね、そのユニコーンの方もちろん曲も知ってましたけど、うん、そこまでこうリアルタイムではなかったんですよね。あ、そうなんですか。で、うん、そのケータリング、その自分が歌う前にケータリングを食べてたんですよ。ケータリングっていうのはね、そこに用意してるね、はい、スタッフとかね、キャストがみんなが食べるためのね、そうです、そうです、うん、何だったかな、ハンバーグだったかな、うん、食べてたらこう、うん、スーッとこう男性の方が目の前に座って、うん、あ、今日のゲストの子たちだよねみたいな感じで、あ、うん、すごいなんか話しかけてくれるスタッフさんだと思って、あ、そうなんですって言って、いろいろ喋ったんですよ。え、今日何曲歌うの。あ、今日1曲歌います。え、あ、3曲ぐらい歌っちゃえばいいじゃんみたいな感じで話しかけて、うん、あ、ね、ちょっと機会があればまた呼んでもらえるように頑張りますとか言って、うん、まあ、1曲歌って見てたんですよね、うん、そしたら、うん、さっき話しかけてくれた人が、うん、キーボードの阿部さんだったことに気づいて、バカ野郎なん、バカ野郎あのね、何がスタッフさんだいや、めちゃめちゃ最低ですよね。私もちろん調べてて知ってたんですけど、あまりにも気さくに話しかけてくれるから勝手にスタッフさんだと思ってて、そしたら、もちろんもう今すごい失礼なこと言ってるのは100も承知なんですけど、その時はね、そうで、そしたらこのワオ、まあね、ワオって曲がそのキーボードの阿部さんが作詞作曲してて、うん、あのボーカル、リードボーカルをやられてたんですよ、うんうん、その時にもちろんすごい方っていうのは知ってたけど、うん、その歌ってる阿部さんがめちゃめちゃかっこよくて、うん、もう大ファンになってしまった、ね、感動してしまった、スタッフさんだと思ったのに、ね、ちょっと勘違い、うん、そっからね、グッと上げたね、そうちょっと勘違いしてしまったんですけどあまりにもね、その自然さにね、そう思った、そう、なんて優しいダンディーなかっこいい方なんだと思って感動した曲です。聴いてください、ユニコーンさんでワオ。ライブで生歌に感動したのはユニコーンさんでワオでした。ね、この武道館でユニコーンをやるときに、この曲の前にチャオベラジンクエッティの前身であるザ・ポシボがやったっていう、そう、一曲歌わさせてもらって、ね、もう本当かっこよかったです。阿部吉弥さん、皆さんかっこよかったですけど ね、おじさんたちが全力でふざけるってなんてかっこいいんだろうみたいな、全力でふざける、いや、あの、みんなふざけるってこう楽しませる空間があまりにもこうプロフェッショナルでかっこいいな、ちょっと刺激だったんですね。いや、すごい刺激的でした。その人、その後も中野サンプラザにライブ見に行ったりとか、なるほど、しちゃって、あら、ユニコーンとつながりがびっくりしました。ロビンさんがそんなのあるなんてそう、ずるいじゃないですか。いや、本当ありがたい貴重な経験でしたね。ありがとうございます、うん、急に振ったのにね、またそういう素晴らしい選曲をね、わお、ありがとうございますはい、ということでね、はい、皆さんもライブ行って、そうですね、初めてのライブで生歌に感動した曲エピソードとともにメッセージ送っていただきたいなと思います、うん、まあ、初めてってあんま気にしなくていいですね。そうですね、初めて感動したでもいいしね、うんうん、ライブで感動した曲だったら何でも OK でございます。このライブね、その中での代表曲一つ選んでくれれば OK でございます。教えてください、はい、アドレスはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。これはトラフグチリ鍋セット当たるかもよ。 The Bayline、
それが答えだ。トミグロベライン DJ 熊崎健、それが答えでやっております。我々がねプライベートを丸裸にする問題をお互い出し合って、うん、それにまつわる曲をピックアップしながらエピソードを話すという、ね、そうですよ。プライベート切り売り企画ということになっております。そういったね、マッサンがユニコーン青春ど真ん中だったなとか、エンジさんも私もユニコーン大好きとかね、つぶやきもありがとうございます、ね、ファン多いですよそりゃね。他にもねライブで感動した曲ということでね、あ、そうなんですよ、たくさんいただいております。紹介しましょう、はい、クレバカさんはね宇多田ヒカルのオートマティック、お、生まれて初めて行ったライブが宇多田ヒカル、あ、いいな。ボヘミアン様、会場はゾゾ、ま、今ゾロマリン、当時ね千葉マリンスタジアム雑誌チケットピアについてたハガキを出してみたところ当選して無料で行きました、アリーナ B 席の一番前でよく見えたし、初めてのライブで感動しました。それからライブにハマり、数々のアーティスト年間に30回以上行くようになりました。あら、そんなきっかけのライブだったんですね。一番最初がヒッキーという、ね、素晴らしいですね。抽選で当たったね。あとラジオネーム、こちら神有柴又改め水曜日のザッキーさん、先週電話でお二人とお話をさせていただき、またあだ名もつけていただきありがとうございます。ありがとうございます。そうだそうだ、こちらこそ、生ライブで感動した曲は、有明ヴィーナスポートでたまたま行った馬場俊英さんの無料生ライブがありました、うん、その時聴いた曲は今でも忘れません、うん、スタートライン、この曲はとても元気をいただけます、うん、小袋さんも一緒に歌うほどの方ですということで、うん、たまたまこの方も無料でライブがあったんですね、馬場俊英さんの。馬場さんのやつをね、いいな、やっぱ生でね聞くと全然違いますもんね。今ただでっていうのかと思った、生でね、違う、いいな、生でいけるとやっぱ男ですよねっていうのかと思った生で聞くとやっぱり感動しますよねっていうのね、ただでっていう違うよ、生歌ね、やっぱりね、そう、音源のあれとは違うあれが ね、ハニーさんはね、うん、ジュディアンドマリーの小さな頃からっていう曲、高校の文化祭で、うん、お、文化祭で来てくれたんですか、あ、演奏し、ファンクラブにも入りました。あ、文化祭で演奏したのは自分でやったのかな、それともジュディアンドマリー高校の文化祭、どっちだろう。聞くと一気に高校時代にタイムスリップできる曲です、うん、演奏しっていうのはジュディアンドマリーが演奏したのか自分がしたのか、どっちだろう、どうなんだろう、来てくれたのかな、それでファンクラブ入ったのかな、うん、素敵です、はい、ということでここまで、あ、まだまだメールいきます、あの時間、じゃあちょっとそろそろ私が、私、あ、岡田ロビンショーコが、ね、山寺さんに出題したいと、うん、今度はベタベタじゃないやつ思います。なんか、うん、寂しい気分の時に聞くとしたら、また抽象的な、ね、ぼんやりした問題出すな、おい、え、なんすか、なんか、なんか寂しいなって時に聞く曲、寂しいなを、まあ今、うん、いや分かった、まあロビンさんの聞けばね、なんか方向性が、あ、そうだから私がね、あの答えてる間により寂しくなろうって時とさ、そうそうそう、そっから立ち直ろうと元気になりたい曲って聞きたい時と両方あるじゃん、うん、だから好きな方選んで逆の方がいいかあの、じゃあ私が山田さん考えてる間に自分の寂しくなった時に聞きたい曲は、うん、私はですね、チャットモンチンさんの染まるよっていう曲なんですけど、うんうん、私もあの寂しい時に元気になる曲を聴きたい時もあるけど、どっちかっていうともうとことんセンチメンタルになりたいんですよ、うん、ね、うん、でこうなんかこう曲の主人公になりきるみたいな感じになりたくて、ほうほうほう、このチャットモンチーさんの染まるよは、うん、まあ、ちょっとこうタバコを吸ってる彼氏がいてっていう曲なんで、私そういう経験ないんですけど、うん、ちょっとそれなんか喫茶店とか行ったね、行った時にちょっとおじさんが吸ってたタバコの匂いがちょっとつくじゃないですか、うん、ね、その匂いをこうなんかこうあたかも自分の彼氏のなんかタバコの匂いがついたみたいな、ちょっと途中聞いてなかったんですけど、どこでおじさんのタバコの匂い、喫茶店とか行ってね、喫茶店の話、ね、たまにこうタバコとかついちゃうじゃないですか、ね、で私タバコの匂いダメなんですけど、うん、この曲の歌詞にね、そのタバコっていう歌詞があるから、うん、なんかこうそれっぽい経験したことないけど、なんかこう曲の主人公になってみたくて、タバコしてるおじさんの中に入って、いや、わざとじゃないよ、たまたまこう、あ、今日なんか煙になった時に、あ、うん、この曲ちょっと、彼氏タバコ吸ってたんだ、違う、そうじゃなくて、そういう気持ちに、ね、なってみたいなと思って、タバコの匂いのシャツに、うん、それは松田聖子さんね、うん、じゃなくて、でね、この歌詞の一番最初に、歩き慣れた夜道をふらりと歩きたくなって、あ、歩き、そうそう、歩き慣れた、歩き慣れて
あ、違う、歩き慣れてないだ。歌って確認して大事なとこだ、そこ。歩き慣れてない夜道をふらりと歩きたくなってっていう歌詞があるんですよ、はい、だから、はい、いつも歩くこう、うん、道じゃなくて、うん、歩き慣れてないところを歩いてこの曲を聴くのが好きだったの。だからこう寂しいなって時になんかとことんその曲の気持ちに入り込んで、それっぽい顔して歩くっていう楽しみをたまにやってます。それでは私が寂しい時に聴く曲聴いてください。チャットモンチーさんで染まるよ。お送りしたのはチャットモンチー染まるよでした。もうねこれすごい私が大好きな曲で、ツイッター見てたらミナポンがチャットモンチー好きだから染まるよめっちゃわかるなってつぶやきもいただいてます。ありがとうございます。なるほどね、うん、私がちょっと歌ってた山田さん歌わないでとか違うんですよ、僕頭の中いろんなどんな曲にしようかなそうか、そうですよね。まあだから寂しい時ね、さっきも言いましたけども、はい、とことんねロビンのように、うん、ねどん底まで、まあどん底っていうかね、ちょっとなんか曲の世界観に浸りたいなみたいな。そう、いいですよそれね。あの逆に打ち消すよりも、そう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 、ね、あのあ最初の方でいこうかな、そっちの方がいいか。今もうスタッフと話してます。山田さん今ガラスの向こうのスタッフさんとやり取りをしております、ええ、生放送で送りたい。あで始まるアーティストの方でいきましょうかね5で始まるとダージ今ね、あの音源があるかないかとかね、いろいろ確認して、ね、何個か候補出してっていうことですよ ね、僕はまたインストで選びそうになったんで。なるほど。ゴンチチがとにかく僕好きで言ってましたよ ね、 ね、確かにセンチメンタルの気分になる時とか、うんうんうん、ね、死んだ猫のずっと写真をずっと、編集していっぱい入れて動画とかも入れて、うん、そこにゴンチチの曲載せて聴いてるとかね。そうなんですねそれ昔から好きなんですか。昔からもうずっと好きで、なんか地元に帰る時も新幹線で聴くって言ってましたよね。あ、僕東北に帰る時は必ず冬の日本人っていうね、はいはい、曲を聴いたりね、例えば幸せな日々っていうね曲とか、はいはいはい、冬の日本人ってのはやっぱり冬の日本を表してるようなアルバムなんですよ、うんうん、もうずいぶん昔のアルバムですけど、うん、僕は東北に帰る時福島あたりからそれに切り替えていろんな聴いてる曲を、あそういうのがあるんですね。ゴンチチに浸っていくと、あ遠くに帰ってきたっていう気持ちになって、うーん、ね、でもさ寂しいのとはちょっと違 う、 ちょっと違う、でもセンチメンタルではある。じゃあ山田さんが、じゃあもうね今日あれでしょ、丸裸プライベート切り売りなんでしょ。そうです。だからもうね俺ちょっと嫌だったけど、はいはい、僕もいろんな出会いと別れを今までの人生繰り返してたじゃないですか、はい、ね、そうなんですか。とにかく僕もじゃあ曲を聴いて泣いたりすることも俺でもあるわけですよ。あら、で聴いてもらったらエピソードも語りません。曲聴けばなんとなくわかると思います。察しろってことですか。え、察してくれってことですね。僕はいつもカラオケで昔とにかくこの曲が得意っていうか好きで、うん、よく歌ってたんですけども、うん、最近歌うっていうよりも聴くとこうグッとくるっていうかね。最近っていうといろいろ誤解を生むかもしれないんですけど、なんか寂しいなって思った時にそっち系でね聴く曲、うん、もう本当にこれ恥ずかしいよ俺。恥ずかしいんだ。まあ聴いてもらえばそれじゃあ恥ずかしい山田さん。もういいですか、曲いっちゃっていいですか。聴いてください。わかりました。安全地帯フレンド。聞いていただきました。なんか寂しいなっていう時に僕が聞きたい曲、安全地帯フレンドでした。山田さん何があったんですか。ディレクターがねもうニヤ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 してねずっとニヤニヤしてた。あ、そしてこれがゴンチチの幸せな日々です。ゴンチチってねインストなんだけど、タイトルがね、スペシャルですね、絶妙なんですよ。幸せな日々って言ってきっと本当にね、幸せな日々がずっとね、フラッシュバックするような。まあ、さっきのフレンド。ね。まあ、これ説明はいらないと思います。はい、僕ら世代はみんな好きだと思うし、僕は一番好きな曲なんですよ、安全地帯の中で。いや、いい曲ですね。私も歌詞を見ながら。そうですね。だから罰のついた人なら必ず思うね、共感できるような。罰って何ですか？罰。うん、まあ鳥用によって人に鳥用っていうようないろんなブランドとかありますけど ねすごいね。でも、うん、ツイッターもね、誠さん確かに言葉はいらない受け取りましたとかね、ありがとうとかね、さしてくれてありがとう。うん、山寺さん、うん、やっぱしばらくカラオケで歌えないなと思って。浜ちゃんやっぱり年齢が近いから山寺さんに共感するなとか、ほらハニーさん、うわこれは寂しすぎる寂しすぎるの か、 とか、ね、アップする曲もね考えたんだけどやっぱりね、うん、いやでもすごいなんかそう美しい曲でしたね。そうよ、名曲ですよね、
本当に。うん、でもなんか何、なんかいろいろ聞きたくなりましたね。でも、それ以上聞くなっていう感じなので。歌が物語ってでしょ。もう歌で感じ取れよ。歌で感じ取ってほしいというね、うん、そういうのもあるんですか。私なりに感じ取りました。多分リスナーの皆さんも、それぞれ感じ取ってると思います。リスナーの皆さんね、だから、どっちでもいいんでしょ、はい、これ、だからね、なんか寂しいなって時に、とことんちょっと寂しい、センチメンタルのに行きたい。うん、それから、いや、持ち上げてくれる曲でもどっちでもいいから。どっちでも大丈夫です。寂しい時に皆さんどんな曲を聴くのか、ぜひね、なぜその曲にしてかっていうか、エピソードも、教えていただければと思います。はい、なんといっても今日はね、はい。くださったメールくださった方の中から抽選で1名の方に高級魚トラフグチリ鍋セットプレゼントいたします。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。いやー、いい曲、ゴンチチ、幸せの日々は、幸せな日々でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline. Bazooka Yamadela と Okada Robin Shoko でお送りしているザ・ベイライン。DJ キマスケン、それが答えだ、お送りしております。はい。もうね、ツイッターでも山ちゃんにハンカチとかね。ロビンちゃん人出なしとか書かれてた。いや、ゆっくり考えればいろいろあるんですよ。ちゃんと寂しさを埋めてくれるような曲とかあるんですけど。本当ですか。うん、なんかもうだって今日は丸裸プライベート切り売りっていうからさ。でもなんかあれですね、人の思い出の曲聞くとなんかこうすごい深いとこまで知っちゃったみたいな気持ちになりません？勝手にね。まあ選曲によっては、ね。まあまあ、そう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 。頑張りましたよ。皆さんからも来てんじゃないですか。あ、来てますよ。先ほどのね、メッセージ、あ、そうそう、あのね、ラジオネームこの方、車ニアーナさんからいただきました。買い物に向かう車内で聞いてました。まさか安全地帯がかかるとは、うん、しかもフレンズとは、フレンドとは、うん、安全地帯5は名盤です。おうおう、2枚組にいい曲ばかり、ね、この方も入ってますよね。ラジオで安全地帯を聞くのは珍しいので感動してメールしてしまいました。これからも頑張ってくださいとか、あとヤスリンさんも安全地帯の曲何年ぶりに聴いたでしょう、私も大ファンでした、多分中学生くらいの時にアルバムを買って聴いた気がします、多分 LP の最後だったかも、この後くらいから CD で聴くようになったような、なんで恥ずかしいのかしら、いい曲ですよねって、すごい共感のメールもたくさん。だってこの番組ね、しまちゃんのコーナーで田中さんにもね、あ、そうですよ、田中さんにも出ていただきましたしね、ねえ、うん、小笠竹澤さんにもお世話になりましたし、うん、そういう意味でもね、いや名曲多い、いい曲、あ、よかった、切り売りしてもっとお願いします。寂しい時に聴きたい曲、皆さんからもたくさんいただいております、うん、マルコロッソさん、寂しい時に聴きたい曲、牧原のりゆき、遠く遠く、娘が遠くの場所で一人暮らしで専門学校に通ってるから、娘を思い出した時に聴きたくなりますという48歳のお父さんからも。そっか、遠くに行ってしまったから、ね、寂しいから遠く遠く行ってしまったから、だって、娘さんのこと思い出しながら、いつかのこと紹介しちゃってね。ターニーさんからもいただいて、三重県34歳の男性からありがとうございます、ズバリシンプリレッドのスターズっていう曲なんですけど、はい、昔仕事でトラブルがあり職場の中で孤立して寂しくなってしまい、車の中で大泣きしたことがありました、男性ですよ、男泣きしたんですよ、その時にふと頭の中にこの曲が流れてきて、でそれから聴くたびに少しずつ寂しさが埋められて元気が出ました。それ以来どうしようもない時はこの曲に何とか助けられています。シンプリレッドスターズ、ちょっと改めて聴いてみよう。いや、聴いてみたい。まず頭の中でこう流れてきて聴くようになって、ね、寂しさを埋めてくれる曲、すごいですね、音楽の力すごいな、曲の力は本当に偉大ですよね。あとラジオネームさくら茶さんからもいただきました。この方の寂しい気分の時に聴きたい曲はエレファントカシマシさんの悲しみの果てです。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない、それ見たこともない、いや本意気ありがとうございます。これね、あの宮本さんの男らしく伸びやかなボーカルに励まされます。歌詞を噛みしめながら聴くと涙がこぼれそうになりますが、聴いた後はスッキリして頑張ろうと前向きになれる曲です。なるほど、僕も大好きです。私もこの曲大好き。悲しみの果てに、もういいの、おかわりきたね、もういいのおかわりきたねいいですね。トンボちゃん、はい、この方はです、あ、男性だ、寂しい時に聴きたい曲、吹きの塔の白い冬、
白い、もう忘れた、もうあなたのことは、タタララ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 っていうね、まあフォークですよね。懐かしい。これは高校の文化祭で友達と二人でギターを抱えて歌った曲です。お、やっぱりこの頃のことを思い出すと元気になります。ね、いい思い出の曲、文化祭でやった曲なんで、寂しい時に聴きたくなって、その時のことを思い出して元気になるそうです。そうか、自分の昔やっぱいろんなタイプに分かれますね。こう前向きになれる曲を聴きたくなる方もいらっしゃるんですね。続いてラジオネームそらさんからいただきました。寂しい時は久保田利伸さんのミッシングを聴きます、うん、思いっきり寂しい気分に浸るタイプです。なんならそのまま泣いて涙活してスッキリします。あ、涙活ね。言葉にできるなら少しはマシさ、うん、今日すごい歌ってくれる今日すごい歌ってくれる俺も大好きだ俺も大好きだ、もう久保田利伸さんファーストアルバムでもこの曲だったもんね。ファーストアルバムの中にこれ入ってたんだからね。あ、そうですよ、そうなんだ。初期ですよ。すごいですよ。久保田さんのもうオールナイト夫人出てた時この歌歌ってたから、びっくりしたもん俺。すげえ人出ちゃったと思って。めちゃくちゃかっこいいですよね。洋楽聴いてる気分になりますね。そうね。でも確かにこう泣きたくて聴きたくなる曲とかもね、ありますよね。ミッシングね、山さんからいただきました。この方もね、竹内まりやさん、人生の扉。いろんな過去のことや子供が小さかった頃のこと、自分の人生がフラッシュバックして未来への思いも目に浮かびます。人生の扉、竹内まりやさん、人生の扉それぞれあるということでございますね。今日はいい曲たくさん知れて嬉しいですね。はい、全部メモして聞いてみよう。だからね、うん、今までお題出たやつもうどれでも OK ですよ。そうですね。この後また新たなお題が6時台で出たりしますけれども、はい、ね、その前にもう、ね、うん、今までのでも OK でございます。なんといっても今日はパワーウィークですからプレゼントがございます。ございますよ。一瞬間通してね、1万円相当のホットな鍋プレゼント、うん、プレゼントしておりますけども、我らから今日水曜日は、はい、高級魚トラフグチリ鍋セット、こちらをメールをくださった方の中から抽選で1名の方にプレゼントでございますね。皆さんね、住所、氏名、年齢、あ、プレゼントの場合ね、ぜひぜひ書いてね、送っていただきたい。今まで出たのはだから何でしたっけ、あのカラオケで、ね、歌った思い出の曲。そう、カラオケでの曲、うん、あとジョギングです、走りたい、走ってる時に聴きたい曲。そう、あとライブで生歌に感動した曲、そんな出ております。寂しい時に聴きたい曲と、そんな出ておりますんでね、皆さんもぜひメッセージ、お寄せいただきたいと思います。はい、そしてこの後6時台はね、街角 DJ、うん、しまちゃんこと島村幸男さんが登場しますよ、はい、でしまちゃんからの問題は、バレンタインデーに大切な人と食事するなら何食べるということで、そう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 、しまちゃんが何食べたいのかなって皆さんね、ちょっと想像しながらこの後6時台もお付き合いいただきたいなと思います。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までメッセージお待ちしています。時刻は午後6時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、しまちゃんとこ行く前にね、行く前に今日はほらね、 DJ 期末試験とかね、はい、いろいろやってまして、先ほど寂しい時に聞くってことでね、ロビンさんからのスタイル、うん、私も答えましたけど、はい、実際の皆さんからも来てます。一つ紹介しましょう。しのりんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方の寂しい時に聞きたい曲はエグザイル道だそうです。去年息子が卒業する先輩たちに向けて三層会っていうの、うん、三層会、で歌った曲なんですが、3年生を送る会っていうことですかね、うん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 、歌った曲なんですが、これからバラバラに自分たちの道へと旅立つ先輩の、先輩方が背中を押してくれてありがとうと言っておりました。そして今年は息子が卒業します。親として寂しくもあり楽しみでもある、新しい道を応援してあげたいと思っていますというね、心温まるメッセージいただいております。素敵です ね、 ね、うん、それで道というね、息子さんが歌った曲、ね、今度は送られる側になるんで、その曲をね、はい、期待曲というふうにいただいております。ありがとうございます。このようにね、皆さん今日はね、あのプレゼントもありますし、ぜひ、ね、皆さんも参加していただきたいと思います。はい、さあそれでは行ってみたいと思いますね。島村明夫、島ちゃんがいろんなスポットに進出鬼没、街角 DJ のコーナーでございます、うん、今日はどこに行ってるんでしょうか。これラジオネームね、シージェッターさんからは、島ちゃんがバレンタイン食べたいものはズバリ焼き鳥だと思いますなんてメッセージも来てますけど、呼んでみましょう。ゆきお
確かに焼き鳥は大好きよ。大好きだけど、うん、ええ、バレンタインは違うのよ。今日は違う、はい、今日は違うんだ。DJ バレンタイン期末試験ということで、うん、まあ、今もね、答えてくれましたけど、番組冒頭に出題した問題のおさらいですが、バレンタインデーに大切な人と食事するなら何食べる、ヤムちゃん寿司で、ロビンは、チョコフォンデュ、チョコフォンデュで、ユキオは何を食べるでしょうかというのを答えていただきたいと思いますが、二人何か思いつきましたか。いや、シモちゃん、まあ、イタリアンとかちょっとおしゃれな感じ。そうかな、まあ、多分ね、ロビンの見立てっていうのは間違いないね、やっぱり大人の男性って言ったらやっぱりね、正解言っとくよ。え、正解は、うん、オフランス料理でございますよ。フレンチ、やっぱりね、オフランス、大人になるとやっぱりフレンチ行かないとダメでしょ、やっぱりね。そうなの、そうなの、バレンタインはね。そうなんですか、はい、ということでございまして、今日ですね、 JR 柏駅から歩いて6分のところにあります銀クランというお店にお邪魔しております。銀クラン、G から始まるアルファベットで銀クラン、柏のライブハウスパルーザのすぐ近くにあるんですけどもね。パルーザの近くなんですね。はい、そうです。早速オーナーにお話を伺ってみたいと思います。和服美人でございます。こんばんは。こんばんは、オーナー、お名前聞かせてください。佐藤恵里子と申します。ちょっと緊張されてますか、大丈夫ですか。すいません大丈夫です、はい、よろしくお願いいたします。綺麗なお着物を着て、ね、雰囲気はね、フランス料理ということですけども、本当になんかね、ちょっとアットホームな感じもあるんですけれども、ちょっと重厚感のある素敵なお店ですね。ありがとうございます。これはやっぱりあれですかね、大切な方のとの一緒のディナーっていうところで楽しめる感じですかね。ぜひお使いくださいませ。で、さらにね、スタジオの2人、こちらのシェフは、はい、ミシュラン三つ星のジョエル・ロブション出身ということなんですよね。そうなんです。ロブション、超有名な、はい、フレンチのシェフで、最高峰です。ロブション氏の名が付く全世界に展開される高級フランス料理店ということですもんね。そうなんです。ロブションはね、そのシェフが作ったお料理で、ロブション知ってますね。で、実はこちらのね、やっぱりフレンチとワインというイメージですけれども、日本酒も豊富でございまして、今冷蔵庫がドーンとありますが、何本ぐらい日本酒用意してるんですか。そうですね、今は200本ぐらいはございます。すごいでしょう、オーナー佐藤さんはですね、いわゆる利き酒鑑定士とかの上の酒匠という賞を持ってらっしゃるんですよね。はい、酒匠と酒学講師の資格を持っております。酒学、酒学、酒学、はい、酒学、ほらすごいですね。頼もしい。でね、実はもうすでに腕利きのシェフによります、コース料理をずっと堪能させていただいておりましてですね、ちょっとしましょう、そんなの今までないだろ。大変なことになってます、おいコースなんですかね、創作というか、もう僕ね、一つ一つがね、食べたことないものばかりです。ありがとうございます。自分で払いなさいよね。で、いよいよこれからメインのお肉料理ということなんですが、メインのお肉、佐藤な、何でしょう。ロッシーニ風になっております。ロッシー、あー、出てまいりました。大きな白いお皿に、これ相当春野菜とされるものがドドドドッとおしゃれに散りばめられたところの真ん中に、このお肉は何ですか。牛フィレ肉でございます。あ、牛フィレ肉でございます。牛フィレ肉、これ分厚いですね。はい、わーいいな。そしてその牛フィレ肉の上に何乗ってますか。フォアグラをソテーして乗せております。牛フィレ肉にフォアグラ、さらに何か黒いものが散りばめられています。トリュフでございます。三大うまそうなやつじゃないですか。あら、これ、春野菜もこれ相当な数で、このちょっとオレンジ色のソースは何ですか。人参を時間をかけてゆっくり甘みを引き出しまして、ピュレにしております。もうピュレですよ、フィレに、もうフォアグラにね。じゃあ僕早速これいただきたいんですけれども、このお料理に合うお酒をちょっとペアリングしていただきたいんですが、かしこまりました。何ですかね。本日はホービデンと言いまして、栃木のホービデンのフェニックスという年に1回出荷される日本酒をご用意しました。鳳凰の美しい田んぼ、ホービデン、はい、すごい。これがやっぱりこのお料理、お肉に合うということなんですか。はい、しっかりとしたボディがありますので、お肉の油に合うと思います。じゃあまずはこれ、お料理をいただく前にこの鳳凰美田をいただいてみたいと思います。赤ワインじゃなく、ありがとうございます。日本酒でぴったりのものが、日本酒をいただくのに、これはかなり大きい、何グラ、何グラスって言うんですか。これ
こちらブルゴーニュワインを入れるグラスでして、あのしっかりとしたボディと香りを十分に堪能できると思います。あ、それでかなりですね、グラスで飲むんですね、あのだるまぐらいのサイズですもんね。おしゃれ、確かにすごいでかいですね。思わずルネッサンスと答えたくなってしまいますね。まあ、それより大きいんじゃない。ありがとうございます、大きいやつなの。それではホービデン、まずはいただきます。うん、汚い、舌で転がしたな、口の中舌で転がしちゃったから広がりますね、まあ、ありがとうございます。じゃあちょっと僕両手でこれナイフとフォークを使うので、ちょっと佐藤さん持っててもらってもいいですか。これはやはりフィレ と、フォアグラとトリュフ一口で全部をいった方がいいですね。なんて贅沢な、うわロッシーニ風、わ一口、お肉がそのフォークがススーッと入っていきますね、これね。それではいただきます。うん、うん、うわ、なんだよ、梅って梅ロッシーニ風だぞ。どうしまちゃん、あるだろ他に、うん、表現フランス語でフランス語でしまちゃん、うん、フランス語、あ、なんて幸せなんですかこれ。聞こえないふりしたな、おい。ありがとう。フレンチ聞こえないふりしたフレンチらしく、うわ、うん、うわ、エラフザコンペンセソナモ、何最高ですねこれね。トレビアングル言いなさい。あのフィレ肉の、うん、その肉の旨味、うん、柔らかさとかそういうことじゃないですね、旨味と、うん、そして口の中で一気にとろけてくるフォアグラ、さすがでございます。さらに鼻から抜けてくトリュフの香り、うん、あ、トリュフもね、いやこれはちょっとやばいですね。いやな、間違いないな。そしてもう一回本を美伝に戻りますよ。あ、だからジュルジュルしなくていいから。え、これなんですね、うん、どうなんだろう、間違いないと思います、至福の時っていうのはまさにこれですね。ただですね、ちょっとあの、うん、こんな贅沢なお料理をいただいたらちょっと急に不安になる。ちょっと佐藤さん、ちょっとスタッフと確認しますけども、うん、これはお会計とかそういうのはどんな感じね。これあのバレンタインデートなんで、恋に落ちる前に領収書落ちるかどうか確認。ダメ。え、ちょっと待ってください。自腹。あのこれバレンタインデートって、自腹だね。バレンタインデートっていうのは女性が男性を誘う流れなので、あ、これだから女性が結構払うパターン多いので、え、すみません。岡田ロビン証拠で領収書切ってもらえませんか。意味がさばっぱりわからない。ダメ。わかりましたじゃなくて。ちなみにですね、でこのお料理のコース、これでお値段おいくらなんでしょう。あの特別に7500円でご用意させていただいております。え、フォアグラもキャビアも、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。何品見た目コースこだわり全部でですね、メインに行く前に全部で何種類ありますかね。固まってますよ。そのロッシニ風だけ でそれでも安いでしょ。6品ですかね。6品ありますね。カブのスープ、それからあんこうの、あんこうですかこれ、はい、あんこうのナージーな、うん、ナージュ全部で、いやこれで7500円です。あのこだわり、味、見た目、雰囲気、これすべて、これ多分都内とかでだったら大変なことになるかと思うんですが、間違いないと思います。これはやはりあの佐藤さんのやっぱりいろんなやっぱり企業努力ということなんでしょうかね。ありがとうございますと、シェフのあのやはり努力があってのことだと、ロブションに行った方でしょ。そうですね、味に関してびっくりするほど優しく美味しく満足できますね。ありがとうございます、そう言っていただくと励みになります。実はですね、うん、あの今日来て僕びっくりしちゃったんですけど、何ですか、このギンクランさんってお料理食べられるのが実はもう残りわずかと聞きました。そうなんです、非常に残念ですが2月いっぱいで、あの、お会えることになりまして、そうなんですか。本当に今月いっぱい、どう言っていいかこちらからね、残念なんですが、皆様いらしてください。あら、なのでそのいわゆる最後の最後までおもてなしをしたいということなので、うん、今日僕のこのレポートをお受けいただいたということなんですが、2月17日までバレンタインの限定メニューの、あのコースも提供で、他にはねお手軽な女子会ランチコース、これおいくらぐらいで。女子会コース3000円でやって、あのご用意しております。あら、なので気軽にいただくこともできますので、はい、いいね、ぜひですね、だからこれ本来だからさっき言ったあのバレンタインデーデートとなると女性がっていうお誘いですけども、これホワイトデーになると今度男性の方があのお誘いする形になるから、これ2月いっぱいでも3月いっぱいまで
そうなんですけれども、うん、暗いね、暗いですよ、大丈夫ですか。すいません、ちまちゃん困らせないで、早出しでホワイトデーで2月にぜひいらしてください。あ、もうね、すぐにですね、すぐね、ぜひ、すぐホワイト、柏パルーザのすぐ近くなのでね、銀クランさん、応援食べに来ていただきたいと思いますので、うん、最後にちょっと一言お願いします。本日はありがとうございました。当店日本酒とフレンチということで、長らく営業しておりましたが、今月いっぱい2月で閉めることになっております。ぜひフレンチと日本酒とワインのマリアージュを楽しみに皆様いらしてください。お待ちしております。さあ、ということで、島村と佐藤オーナーのマリアージュいかがだったでしょうか。なんで本当に楽しませていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。超贅沢。羨ましい。いや、もう最高でした。ありがとうございます。素晴らしい、最高。いや、ありがとうございました。行っちゃった。しまちゃん一人でコース食べて、ロッシーニ風まで行っちゃいましたよ。牛フィレとフォアグラに、なんですか、トリュフ。トリュフ。ねえ、何やってんだよ。でもそういう日本酒って、ね、本当美味しいものが多いです。私もね、しょっちゅう日本酒飲みますし、宮城にも美味しい日本酒がありますんで、今日は栃木のね、鳳凰美伝ですかって言いましたけどね、はい、これ宮城の酒で合わせていただいてもいいんじゃないですか ね。でも日本酒200本あるって言ってましたから、きっとあると思いますよ、ね。あ、これ写真もちょっと写ってる、東北の酒が何本かね、あとでゆっくり探そう、ね。いや、これはいいですよ。なんといってもバレンタインのコースが、ね、女子会コースもあるって言ってましたから、おっしゃってましたんで、ぜひ皆さんね、もう本当にもっともう残りわずかな、そうなんだ、ラストチャンス、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。銀クランさんから島ちゃんが届けてくれました。さあね、今日は、ね、さすがにロッシーニ風は出ませんけれども、美味しい鍋出ておりますよ。一万円相当ホットな鍋セット、はい、今日はトラフグチリ鍋セットでございます、うん、ぜひ皆さんメールをお寄せいただきたいと思います。はい、ま、今までのね、今なお互いリクエストをやつしたのでも OK でございます。そうですね、この後またお題が変わりますので、うん、そちらも参加していただきたいなと思います、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jpBAYLINE@bayfm.co.jp までメッセージお待ちしています。はい、それでは今のね、マシカの DJ のコーナーのにちなんだ曲いきたいと思います。まあ、バレンタインコースということで、はい、こっちでいきたいと思います。 Perfume チョコレートディスコ。さあ、ベイフェンマカダミアパワーウィークでございます。ベイラインはね、 DJ 期末試験それが答えだと題してお送りしております。はい、我々がね、お互いにまあこういうね時の曲は何というふうに出題して、その場で答えるというね、その場っていうか、まあ、ちょっとシンキングタイムを経てっていうことですね。そうですね、ドキドキの時間を過ごしておりますよ、ね。リストの皆さんからもね、それぞれで今まで出したお題の曲来ておりますよ、はい。カラオケでね、思い出に残る曲っていうことで、ハマールカズさんは福山雅治スコール、スコールね、これ松本英子ちゃんのね大ヒット曲でもありますけれどもね、はいはいはい、福山さんが作った曲です。今37歳なんですが、男性ですよ、17歳の高校生の時に付き合っていた彼女とカラオケに行った時に歌ったんですが、男子の方が歌ったわけですよ、うんうんうん、歌いながら頭の中で詩がマッチして、感情が溢れて彼女を好きすぎて号泣してしまいました。歌いながら号泣したんです。あら、大好きな感じだから、ね、またこの歌を耳にしたら、あの時はまっすぐ恋愛してたんだなと物思いにふけちゃいます。ピュアだね、素敵です ね、 すごいね、彼女の前で両思いだったってことかな、ね、私恋に落ちてる、苦しいくらいもう隠せない、ついときめく、ずっと巡り合うことにを夢見てたの、分かってほしい、そんな感じが溺れて泣いたんだって。素敵、いいな、そんなこと一つもなって高校生の時。続いてラジオネームエビママさん、この方ジョギングの時にね聞いたら頑張れる曲、はいはい、40歳で絶対にホノルルマラソンで走るというミッションをコンプリートするために音楽を欠かせませんでした、うん、やっぱりトレーニング中のジョギング中も、本番マラソン大会でも一番苦しくて歩いちゃおうかなと思った時に、必ず聞いてたのが、うん、嵐のハピネスです。ジャンルにとらわれず、うん、すごい心地よくて背中を押してくれる曲を3時間分ぐらい選曲してましたが、うん、一番多かったのが嵐の曲だったということで、大好きな曲がハピネス、嵐さんのハピネス、
ね、すごいホノルルマラソンちゃんと完走したわけですね。そういう曲を聴いたおかげでしょ、そうですね、ホノルルでもってことが完走したってことですよ、うん、はい。続いてこちらはね、松戸の総一郎さん51歳の男性の方ですが、中2の時あライブですよ、初めてのライブで生歌で感動した。あ、なんだろう、中2の時高校生の兄に連れて行ってもらった初めての生ライブ RC サクセション、おおようこそね、ビビりまくりの大感動でした。中2で RC が初ライブ、いえいい兄貴だね、いいね、そりゃビビって感動するだろうな。気がしないたでしょう。皆さんメッセージありがとうございます。さあそれではもうこれラストの問題になりますね。おラストラストです。私がロビンに出題したいと思います。なんだろう、問題です。自分を励ましてくれたからこそ誰かを励ましたい時に選ぶ曲は何だ。誰かを励ましたいんだけど、やっぱり自分をやっぱりその曲によって励まされた曲とかってあるじゃないですか。ありますね。だからまあまあいいです、そこはだから誰かを励ます時に選ぶ曲、励ましたい曲、励ます曲、励ます曲、励ます曲です。なんだろう、励ます、頑張ってほしい時に、うん、ね、そういう頑張ってくれよって思う時あるでしょ。人のこと あんまりですか、自分だけですか、ね、何なんですか、あります。誰か応援したいと思う時ないんですか。私には気持ちがあります。応援したいありますよ、ね、まあ、それ不特定多数でもいいし誰か一人でもいいですよ。誰かを、ね、はい、励ます時、応援したい時に選ぶ曲何、うん、ことですよ。なんだろう、なんだろう、私はね、まあちょっと友人の曲になっちゃうんですけど、うん、坂本悟くんの I need you っていう歌なんですよ。 I need you, I need you っていう歌だね。これはねどっちかと、まあまあ OL とかサラリーマンだいいですよ、働く全ての人、うん、生きとし生けるもの全てを応援してる曲っていうことで、はいはいはい、みんながいなかったら俺はもうこうやって歌ってらんねえんだよっていうような曲で、うもうねファンの間でも僕もいつもね元気になるあの薬品系あるじゃないですか、そういうのの CM で絶対使うべきだと、はい、明日も頑張ろう的な あるじゃないですか、そういう、ね、はいはいはい、そういうお薬的なものとかドリンクとかあるでしょ。ありますね。そういうのの CM そこに絶対使った方がいいってずっと言ってんの。俺実際そういうあの CM の現場でも言ったことあるぐらいだよね。あ、そうなんですか。会社の人にまだ実現してないけどね、そんぐらい。そうなんです、マッチしてるっていう。であるあのね、あのね船でね船長さんがナンパして、ナンパ船で遭難して海でずっとね漂流してた船長さんがいたの、一人で、はい、一人で何日間も海を海をもう絶対助からないかと思ったら助かったの。坂本さんの大好きでこの歌をずっと口ずさんで生きてましたって言ったの、それを誰も知らないなんかあの感動する曲みたいな番組でやったことあって、あ、そうなんですか。 そんなことなんですよ。で僕あの震災と自衛隊とかに、うん、地元の自衛隊なんかに2人で行った時もこの曲も自衛隊がみんなこの曲で喜んだっていう、そんな逸話もある曲なんですよ。気になる。で僕自身も大好きな曲でいつもライブでこれ歌ってくれよ絶対っていうふうに言っちゃうという、自分自身も励まされる、うん、そう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 曲ってことですね。そういうことです、はい、なるほど。 でもまあ人を励ましたいっていう方のが大きいですけどもね、この曲がね励みなんじゃないかと思ってる曲。それじゃあ参りましょう。その間にロビンさんは自分の選曲考えてくださいね、はい、お送りしましょう。坂本サトル I need you。坂本サトルアルバムプライドから I need you をお送りしました。いや、いいでしょ。初めて、すみません、初めて聞いたんですけど、でしょ、あ、でしょっていうこともないけどね、いいでしょ、すごいいい曲ですね。ちょっと前半はちょっと自分の選曲でバタバタだろうなと思って。俺も今までのパターンそうだったから、あなたの選曲した曲ちゃんと聞いてないから、あのタイムフリーで戻ってくださいね。わかりました、お願いします。いや、ぜひいい曲なんでね、皆さんもねチェックしていていただければと思います。素敵です。みんな応援する曲なんじゃないかなと思うんですけどね、うん、さあお時間が来てしまいました。早いな、早かったですね。ロビンさんが、まあ、誰かを励ましたいとき応援したいときに選ぶ曲、はいはい、うん、どんな曲なんですかね。いや、めちゃくちゃ迷いましたね、うん、あのありすぎて、ああなるほど、うん、ああね、いつも人を励ましたいと思ってらっしゃるからね。そういう意味ではない、ね、そういう意味ではないんですけど、うん、選びましたよ。もうその話いきますかね、いきましょう。私が、励ましたいときに、うん、まあ、聞いてほしい曲は、はい、スマップさんの君は君だよっていう曲です。
スマップできましたね。スマップさん、スマップできましたか。そう、大好きなんですけど、あれですよ、まあ、その私がねアイドル時代、まあ、12年間アイドルをやってたんですけど、まあ、ハロプロエッグとして2004年にこうオーディションに受かってから、本当にあの AKB さんの一期生と同期なんですよね、でもうそこからもうあっという間にトン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 ってこう AKB さんがめちゃくちゃ売れました、でこう、まあ、私たちも秋葉原で頑張りながら、なんかこう必死にもがかなきゃなって思いながら日々、もがいていかなきゃなってこう過ごしてたわけですよね、で、まあ、そこからこう私たちの後輩グループもどんどん生まれたんですよ、まあ、スマイレージとか今はアンジュルムとかですけどね、同じ事務所の、でこう後輩の子たちもどんどん売れていくこうなんかこう寂しい時に聞く曲じゃなくて励ましたい時ですよ、まあ、ちょっと聞いてください、でそのなんていうのかな、こう上も下もどんどんみんなこう頑張っていく中で、こう、私はどう頑張ったらいいのかなっていう時があったんですよ、はい、ね、でそういう時にこうちょっと親友にこう相談とかをしてたら、その友達がそのこの曲を送ってきてくれて、スマップのこの曲を、ロンちゃんこれ聞いたら大丈夫だよ、別に人と比べなくていいんだよってメールとともにこの曲を送ってくれて、すごい私自身が励まされた曲だったんですよね。でそこからこう私もこう誰かを励ましたいなっていう時は、この曲を送ったりとか聞いてねっていうようにしてたっていう曲ですか ね送ってくれた方も同業者ですか。あ、そうですそうです、親友ね、その人送ってくれたんだ。そうなんですよ、すごいね、そう励まされたなって。どういう内容でしたっけ、スマップさんのその曲は。君は君だよ、君は君だよっていう曲で、いつも自分がやりたいことまっすぐ見つめてないよとか、だから誰かの真似なんかしなくていいんだよ、君は君だよ、心が決めた明日ならばそれが本当だからって、すごいねこう人生こう悩んでる時にめちゃくちゃ背中を押してもらったなと思って、なるほどね、すごく感動したんです、ね、自分がそうしたから、ね、誰かを励ますためにこれを選びたいと。そうなんです、素晴らしいじゃないですか、ロビンさん、大切な曲です、はいはい、なんか恥ずかしくなってきた、ね、あ、僕は自分たちの曲を選ぶのかと思ったんですけどね。いや、もちろんね、もうツイッターでは全力万歳がいいんじゃないかとね。いや、来てるし、もちろんかけたいですよ。パパボンヌさんも何度も何度もがいいなってほら来てるけどね。いや、本当はかけたいですけどね、ちょっとどうなのかな。でもスマップさんってもう言っちゃったんで。そうですそうです、そっちでいきましょう。私が友達に励ましてもらった曲聴いていただきたいなと思います、はい、スマップさんで君は君だよ。はい、ロビンさんがね誰かを励ましたい時、応援したい、時に選ぶ曲ということで、スマップの君は君だよ。はい、これあれだね、アニメ姫ちゃんのリボンの中で の曲ですね。これね調べた1993年リリースの曲なんですけど、ちょうど私が生まれた年の曲でした。あ、そうなんだ。そうなんですよね、姫ちゃんのリボン、だから草なぎ剛さんがね声優としても出ていた、うん、姫ちゃんのリボンじゃないですか。いや、改めて聞いてもいい曲ですね。ね、ね、ね、好きですやっぱり。この曲に励まされてアイドルで売れなかった時代をごめんなさい、 そこまで言ってない、頑張ろうって思った曲です。はい、お送りしたのはスマップさんで君は君だよでした。海浜枕にありますベイヘムから生放送でお送りしてきました、ホットホットホットベイヘムパワーウィークの水曜ザベイライン、ラストナンバーはね、このナンバーで温まってくださいということで、ホットね、1997年の曲です、矢野明子クリームシチュー。 Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna bebeバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイライン、エンディングのお時間となりました。今ねツイッターでクリームシチューを食べよう、似てないかな、まあいい感じですよ、いい感じです。今日結構歌ったからね、今日山寺さんめちゃくちゃ歌ったんじゃない。矢野明子さんも昔から大好きなんですよ僕。これねキッチンタイマーさんが今ちょうど夕食のクリームシチューを温めているところにこの曲ハートマークって今ズバリですね、1分前につぶやいてくれてます。ズバリぴったりでしょう、ぴったりでしたね、
いや優しい歌声に癒されましたね。牧原紀之さんのねこのコーラスもね、はい、さらに温かみを増して素晴らしい曲でございましたけれども、我々の選曲どうだったんでしょうね。皆さん楽しんでいただけましたかね。エピソードとともにね、だからあのお互いで出された側はガチでやったんでね、その場でいろいろ考えましたけれども、結構ね頭フル回転でしたね。楽しんでいただけましたでしょうか、はい、たくさんのメールありがとうございます。そんなにね今日はね読めませんでしたけども、すいません、ね、あちょっといけるかな、ちょっといけるかな、うん、あはい、あのライブの時ね感動した、初めて感動したってやつ、はいはい、まほっこさんからいただきました。夏のスキー場にライブ会場を特設し、そこにやってきたのはスターダストレビュー。多分小学校3年生か4年生くらいの私、うん、スターダストレビュー正直知らなかったんだけど、親に連れられてそこに行ったと。で野外フェス的な開放的な山の中でスターダストレビューの木蓮の花、これが流れた時はまだ子供だけど、あの歌詞と声に感動しました。木蓮の涙、名曲ですよ。あの坂本聡くんもカバーした木蓮の涙、いっぱいカバーされてる名曲中の名曲、木蓮の涙、小学校3年か4年でも感動した。やっぱさすがスタレビ残ってるんですね。本当名曲ですから、うん、そういうね感動の声も寄せられました。ありがとうございました。さあ、メールをくださった方の中から抽選で1名の方、1万円相当のホタの鍋セットですけれども、今日はねトラフグチリ鍋セット、こちらの当選者発送をもって発表に返させていただきます。たくさんのメッセージありがとうございました。明日のこの時間、伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃんのザ・ベイラインです。明日もですね、うん、DJ 期末試験、うん、それが答えだということで、ね、まあ伊豆のさんですからとっておきだね。鈴木明恵さんのどんな選曲、どんなエピソードが聞けるのか、とんでもないエピソードをねまあ、あのプライベート切り売り企画って言いながら、ロビンさんそうでもなかった、あ そうでもありますか。いや切り売りしましたよ。あの曲あんまり言いたくなかったんだけど言いましたからね。はい、明日もぜひね身を削ってお二人頑張っていただきたいと思います、はい、明日も聞いてください、はい、そして BFM この後7時からはインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さん、こんばんは。クリームシチューもう一回歌ってください。あったかいクリームシチューを食べよう怒られるかな、怒られる。本当に大好きなんですよ。一回モノマネで ねあのプレゼンしたことあったんだけどね、ダメって。あのなんかね、うん、あのクリームシチューから湯気が立つ映像が頭に浮かびました。あったかいんだから、あそう変わってます。あったかいんだから違う、今一瞬ネタ変わってます。変わってますね。なんすかこれヒヒヒと怖い声。いや、あの多くのギャラリーがね楽しんでいるという証拠ですよ。あそうですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいね、そんなとこ褒めていただいてありがとうございますこんなね雨の降る冷たい日でございますから、うん、あったかいクリームシチューをすごい高温で聞くと幸せに。何回やるんですか。あの門脇さん、あの今日そちらでもあったかい曲をいっぱいかけるんでしょ。そうです、ハッハッハットの名にふさわしい 80s ナンバーのオンパレードでございます、うん、題して We Love 80s。 あたまんねえな、俺はたまんねえな。文字通り 80s を愛してるというね、そんな皆さんにたっぷりご参加いただきたいと思います、うんうん、洋楽が日本で最も元気だったあの時代の名曲の数々、はい、番組もいっぱい選曲してますし、リスナーの皆さんにも選曲をお任せしたいので、今夜も 80s リクエスト待ってます。でプレゼントなんですが、 80s といえばやはり MTV 時代でございます、はい、80s ヒットのミュージックビデオをたっぷり収めた DVD、あら、うん、これをプレゼントです。あらいいですね、はい、映像とともに懐かしんでいただきたいと思いますので、うん、ぜひご参加ください。はい、この後頑張ってください。どうもです、ありがとうございます、ね、もうなんかではイントロ当てクイズしちゃおうかなって、ね山田さん、好きな曲いっぱいあるんじゃないかと思うんでね。なんだろうな。さあロビンさんどうでした今日、ね、いやー楽しかったですね、期末試験、期末試験俺ら大丈夫かな。いやあの本当にね、わからないわかりません、ね、何が正解かわかりませんけど、まあね自分たちのでも好きな曲をね皆さんにも聴いていただいて、いやなんかこう皆さんとこう共有できるのが嬉しいですよね。自分の好きな曲を聴いてもらってっていうのが ね、はい、ご活用いただければと思います、はい、ということで水曜ザ・ベイライン、お相手はバズーカ山田と岡田ロビン翔子でした。また来週。またね。